皆さんこんにちは、モンハン初心者です。今日はイベントクエストが来ていたのでアゼルギウスを倒したいと思います。それでは行きましょう。可愛い総中高の武器はもうやめました。ちゃんとナルガの火力特化の武器で、装備はバルファルク一式でちゃんと強い装備で来てます。あー、取れなかったよ。いや、うーん、難しい。ちょっと邪魔えい、あれ、あ、取れたか。ちょ、お、顔取れそう。ちょっと待って、操縦桿の使い方を。操縦桿の使い方を忘れちゃったー赤取ってきてほしいんだけどな。赤取れた。よし、行くぞダメだ、ちょっと忘れてる、操作が分かんない。よいしょ。やばい。どいて。私のお供は最高ね。お供は最高だよ。おお、あ、そっか、あれか、耳栓があるから方向が効かないのか。これすごいすごい。逃げました。移動しましたね。移動しよう。いやー、音も最高だな。やっぱアイル2匹がいいですね。音もは移動は大変だけど。おお、これは大技来るやつ来る？大丈夫だった。よし、行くぞー。あれ、当たってない？こんな狭いとこにいるの？っていうか、尻尾って赤色なんだ、虫。この人、どうしよう、壁大変なことになりました。なんかね、帽子が欲しいんだけどな。近いんだよ降りてきてほしい。降りてきて、はいはいはい。よ
レンジ。あれでね、ちょっとよく見えない。尻尾取れました。で、テガレックスが来ました。もう諦めた。っていうか、あんな宙に浮かれてたらちょっと…あ、よかった。やりきりました。やりきりました。絶対にやり遂げます。最高。この人ベリオロスみたいなやつかな。いたいた。顔からぜひ牛を取りたい。くそー。よいしょ。虫取れないな。耳栓最高だな。わお、上から降ってきた。うわー、来そう。総中根最強、最強です。落とし物拾って。いや、本当お供のおかげだな。13分ジャスト、すごい。装備はこれできました。私頑張りました。初めて討伐の動画出せますね。これね。うん、13分ジャストは嬉しい。いやー、やっぱり総中根最高ですね。これからも使おうかな。
誰？すごいやん。誰か。おお。誰？すごい。